大事なのはトータルのバランスなので、ほうれい線だけをこう治療するんじゃなくて、年齢とともに変わっていくところをリトリフトとヒアロン酸をうまく利用してやっていくのが大事だと思います。こんにちは、ヘルムクリニックの統括委員長してます、シローズと言います。今日はリトリフトとヒアルロン酸をこううまく併用するという施術のお話をしていきたいと思います。他にも美容治療に関する動画をアップしてますので、チャンネル登録よろしくお願いします。リトリフトって下がってきた脂肪を元の位置に引き戻すっていう施術になります。なので脂肪のトータル量としては変わらないんだけど、適切な場所に移動させるっていう施術ですね。年齢とともにこう下がってくると、ハの字が3つできるって言われてて、アジア人に多いのがオルゴラインっていって、クマの延長線上ですねに溝ができてきます。ここの溝ができると支えがないので脂肪が下に落ちちゃうんですよ。でその結果としてほうれい線っていうのが出てくる。同じように口脇にマリオネットラインっていう、ここにあった脂肪が落ち込んできちゃって、ここはこけるし、ここに脂肪が溜まってきちゃうっていう変化が起きます。リトリフトで改善できるのは、ほうれい線とマリオネットラインは綺麗に改善できます。ゴルゴラインが糸だけでは物足りないところになるんですね。基本的に外側を糸でぐわっと引き上げてしまって、根元にはヒアルロン酸を足していくというのが一番綺麗に若返りを図る秘訣になります。こちらの方は20代の女性ですけど、お顔のたるみに左右差があるっていうような意味だったんですね。糸の本数はわざと左右差はつけない方がいいかなと僕は思ってて、同じ本数を入れるんだけど、上げる力の強さで変える。糸を12本この方入れてますけど、6本ずつ入れて、起きた状態でちょっとずつ上げて、左右差を見ながら調整していくということをやるのが一番綺麗に仕上がるかなと思います。上げた上で先ほどのゴルゴラインとか顎のラインとかね、いうところを、ボリュームが足りないところはヒアロン酸を足してあげるという感じで施術しています。こちらの方も糸で引き上げた後に、頬の前のゴルゴラインのところにヒアロン酸を入れた方になります。糸の特性として、可動性って言って、動きが強いところに糸入れちゃうと引きつれが出たりとか、くぼみができたりする原因になるんですね。なのであまり可動性のないこの外側を上げるのが糸リフトの役割になるんですね。逆に言うと内側がヒアロン酸が必要なところ。この方見ていただくと、フェイスラインは糸で引き上げてるんですけど、目元を見ていただきたいんですけど、ここの高さは糸で上げて、くぼみをヒアロン酸で塗るという組み合わせをしています。これどれぐらい大きいにしたらいいんですかね。エルムリフトの素材は2年ぐらい受けるのにかかるんですね。ただ完全に溶けちゃうと引き上がりも元に戻っちゃうので、維持していくっていうのが一番の目的なので、最初は特にね、半年から1年ぐらいを目安に2回目の施術を受けていただくといいかなと思います。こちらの写真見ていただきですけど、この方は1年おきに3回ドリフトされてて、糸が入ると新しい組織ができるんですね。でそれがまた新しい支えになるので、そこに次の糸が引っかかって、またそこを上げてくれるっていう効果があるんですね。なので回数を重ねるごとに引き上がりの効果の持続っていうのも長くなるので、1年に1遍ぐらいは続けていただくといいかなと思います。ほうれい線がやっぱりすごい消えてますもんね。そうですね、この方もヒアルロン酸も星に合わせてやりながらっていう、大事なのはトータルのバランスなので、ほうれい線だけをこう治療するんじゃなくて、年齢とともに変わっていくところをリトリフトとヒアロン酸をうまく利用してやっていくのが大事だと思います。本当にすごいですよね。定期的にするっていうのは重要ですよね。そうですね、糸でどういう人が効果出やすいとかってあるんですか。大まかに言って、お顔の脂肪が多い方、ほうれい線とかこのマリオネットラインっていうのがギュンと上がる方、この動きが強い方はリトリフトがすごく適用になります。かなり効果も期待、理屈上は糸リフトっていくらでも上げれるんですよ。だけど上げすぎると今度は皮膚が耐えられなくなって、こめかみのあたりで皮膚をこうたわんできちゃうんですね。若い方、皮膚の張りがある方はそれに耐えうるので、力いっぱい上げても大丈夫。ただ50代60代になると、あんまり上げちゃうと小じわが強く出ちゃうので、ちょっとずつ上げてみながらやっていくのが大事ですね。逆に脂肪が少ないで、お顔の凹凸が強くですね、こめかみとか頬のこの前とか、骨の形がちょっと浮き出ちゃってるよっていう方は、ボリュームロスって言い方しますけど、糸で上げるのも大事だけど、ヒアルロン酸をメインに考えた方がいいですね。凹凸をなくして輪郭を滑らかにしていくっていう治療はヒアルロン酸の方が向いてるんで。トリートのダウンタイムとかってどんな感じなんですかね。傷跡自体は針穴一つなんで、基本的には不幸3本で上げるので、左右で6本6本12本っていうのを、ここが標準でやる。針穴がこめかみのところと頬骨のところに4箇所ぐらいになってきます。でその針穴が1週間ぐらいはちょっと赤みが残っていますね。
は糸の通り道を麻酔するのでむくみぐらいは出ます。でそれが引くのは 2-3 日、直後はねもう 120% ぐらいギュッと上げておくんですよ。やっぱり物食べたりとか人とお話しすると表情って動くので、それに合わせて糸が馴染んでいくので1週間後に 100% ちょうどいいねっていうところを目指していくの で皮膚がめための部分に集まるので少しここがたゆんだ感じとかは1週間は見てほしい。ドリフトをやりたいけどちょっとなんか怖いなっていう方はどうなんですかね。他になんかおすすめの先生治療だったりするんですかね。ドリフトは、まあ、そのリフトアップっていうのが一番武器にはなるんですけど、ヒアルロン酸でもリフトアップ効果っていうのは出せます。特に外側がメインになるんですけど、頬骨のところとかですね、こめかみのあたりにヒアルロン酸でボリューム入れてあげると皮膚はそっちに引っ張られるので、まあ、それだけでもリフトアップ効果は出せますから、脂肪が少なめの方はヒアルロン酸だけでも十分に負担可能かなと思います。ヒアルロン酸でトータルバランスを整えるっていう動画も一応過去に上げてるので、ぜひそちらもご覧ください。糸リフトもヒアルロン酸も整形ではなくてアンチエイジングっていう考え方ですね。5年10年前の自分の姿に戻すっていう考え方ですので、踏み出すのに勇気あるかもしれませんけどね、痛みもあるべく少ないような方法で施術してますので、ぜひたるみでお悩みの方はご相談ください。この動画がいいと思ってくれた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄にホームページをリンクを貼ってますので、ぜひご覧ください。インスタグラム、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひフォローお願いします。無料カウンセリングも行ってますので、ぜひご覧ください。次の動画もお楽しみに。またキンシャイ。